どうも、トズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日もこの方とやっていきます。最近包丁とガスコンロのない家で自炊してます、エメドラです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。何作ってるんですか？まあ、例えば野菜買ってくるじゃないですか。はい、野菜買ってくる。サラダを作りたいと思ったら包丁ないですよ。包丁ないんですよ、はい、手でむしります。といったところで、はい、今日もエメドラさんとこちらの企画ただドズルさん、はい、今回私、はい、ドズルさんに負けたら、うん、迫撃砲もう使いません。え、いや、もう勝つ自信が今日はあるっていうのと、いやまた負けるんでしょ。それで、いやもういい加減勝たないとちょっと切羽詰まってるんで、そろそろ見てる方ももう飽きてきたと。そういうことです。そういうことです。今日私が勝ったらエメさんはもう引退する。迫撃砲をやめます。引退すると。そういうことです。はあ、分かりました。じゃあどのデッキを使いましょう？いや、もうさすがに迫撃使いとして、はい、迫撃使ってるドズルさんに負けるわけにはいかないんで、じゃあいきます。いきましょう。いや、これ勝ったらもうエメドラさんを永久に迫撃を使えない体にできるわけですね。封印されてしまいますね、これで負けたら。いや、なのでちょっと本当に真剣にやります。そんな簡単にいいんすか？だってエメさんだって迫撃相当使ってるでしょ。そうです。なんで、はい、普段使ってないドズルさんに迫撃使いとして負けるわけにはいかないんですよ。確かにそれはそうですね、はい。さあ、ここは一旦守り、おお、なるほど。なるほど。あー、これターゲット取るべきだったな。よーし、しまった。ちょっと。一旦止めて仕返し。むずい。ちょっと待って。オッケー。とはいえ、まだ五分じゃないですか、ほとんど。そうですね、五分ですね。ほとんど五分。さあ、ここで飛ばして、ホグライダー飛ばして。はい。早速やらかした。いや、まだでも、はい、まだ大丈夫ですか？全然大丈夫です。確かまだ分かんないですよね、そんな。さあ、はい、まあまだ分かんないですね。そうですね。これどうしようかな。僕は絶対ホグを次止める。お、さあ、ここで私はもうホグから迫撃に変えて、あ、ターゲット取ってくるスタイル。いや、これむずいな。あー、うまい。ちょっと待ってよ。しっかりと私の迫撃に攻撃を仕掛けていき、ただまだどっちにしろ OKOKOK ダメアドは私取ってますよ。そうですね。さあ、ここでチクッと一発。ちょっと今日は口数少ないけど許してね。いけ、囲まれ。よし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 。ああ、なるほど、いい穴目、早かったですね。そうですね。ここで一発入るな。オッケー、よし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 、悪くない。ふむきが怪しい。ふむきが怪しいぞ。いや、諦めない。まだね。そうっすね。さあ、ここは迫撃で守り。あ、タゲ取らなくてよかったかな。確かこれを取る必要があんまりないっす。なかったっすね。まあ、ただこれで守りの形を作り。はい、もう削ってくる、じゃあわしもこれで一発削り。そうなると雲行きがすげえ怪しい。雲行き怪しすぎますよ。怪しすぎますよ、エメさん。ここはこうして、なるほど。はい、ガンガン削っていくで。ガン削っていき。ただ、トツさんもうロケット圏内、はい、ロケット圏内ではないです。ただ、圏内ではない。ロケットプラス、あの、ザップ圏内です。なるほど。ロケット圏内です。ちなみに速報でお伝えすると、はい、さあ、ロケット圏内入りまして、さらに攻めの手を緩めないドズニキ。さあ、ここはなるほど、ラストロケットに入って、マジかよ。ドズルさんに負けたら迫撃砲も使いません。え、本当に引退するんですか？そうなんです。ちょっと考えてまして、はい、迫撃が性に合ってねえじゃねえかって、はい、ちょっと最近思い始めてて、今更気づいたんですか？ちょっと何かちょっと探そうかなと思ってます。あ、じゃあ本当に引退するんですね。引退して、はい、ちょっと次のデッキをガチって、やば、いこうかなと思って。なるほど、はい、自分が下手なのは迫撃砲のせいなんじゃないか。まあ、そういうことですよね。エメさんでも、うん、
使いやすいデッキをちょっと募集しましょうよ。あ、いいですね。で、数少ないドズネベファンの方々に、はい、おすすめデッキをね、あ、ぜひ教えていただきたい。はい、誰でも使える、はい、エメドラでも勝てるみたいな。そうですね。ただ私の好みとして、はい、ちょっとテクニックいるよみたいなデッキが好きです。僕は一丁前に、そう、一丁前に、ね、使えねえくせに。わかりました。じゃあ、はい、エメさんのこのエメさんのちょっとテクニックが使える感じを満たしつつも、そうなんですよ、簡単に使える、はい、デッキをね、皆さん募集しますので、お願いします。ぜひ教えてください、はい、ということで、はい、本日もエメドラさんとお送りしました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。